聞いてくださりありがとうございました。今回演奏したのはカーブドソプラノサックスという楽器なんですが、とても表情豊かで可愛らしい音色がこの曲にぴったりなのではないのかなと思って選びました。これからもいろんな曲をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。